一の会アワーイエーイ。さあ始まりました、一の会アワーです。よろしくお願いします。今回ね、裏切りです。宣伝です。大きい声でテンション高く。そうね、そして今回一の会話はゲスト2人が入ってます。誰と言ったら、ちょっとあの自己紹介のほどよろしくお願いします。はい、じゃあまずカズマから。竹尾カズマと言います。一の会さんは初めての参加です。ありがとうございます。お願いします。水筒男子です。水筒男子、はい、これどういうこと、水筒男子って。こんな事務所聞いたことないんですよ。え、事務所なの？団体。劇団。自分の気持ち。気持ちをさ、まあ、気持ちをカッコに入れる人いる？あの名前の後のカッコが劇団とか所属事務所とか演劇ユニットとは限らないぞという表現を。すごい。俺この間初めて聞いた。許される環境の中でやらせてもらう。一石を投じてるわけですね。そうですね。前は普通に年齢書いてる時もありますし、30とか。それを聞いた時は衝撃でした ね。いや、いいね。いや、まあ、これ何、肉食とか草食とかっていうのと一緒の水筒。あ、そうそう、あのあ水筒っていうのはあの、うん、本当にポットの水筒。どういう意味なの？あ、だからそこ深く掘り下げる。僕は掘り下げられると困る。水持ってんのが好きなんで。さあ、そして次のゲストです。はい、次のゲストはゲストしかないから、ね、こだわっているのはやはりね、今回演出もお願いしてる、はい、原口健太郎です。いや、お久しぶりです。どうも、劇団さじき同士、ね、はい、今回で3回目ですかね。そうですね、はい、劇団一の会はもう準レギュラーで。でも意外と3回目なんですね。ね、もっとなんかいらっしゃる。ね、なんか でかい顔してるからね。すいません、3回目です。まだまだ初心者ですが、よろしくお願いします。もうね、さじき同士の ね本番ですよ。副座長ちょうど終わりましたところで、終わったばかりです。ありがとうございました。終わりました。終わっても今はこれに 100% 集中しております。全力投球です。本当ありがとうございます。うすってどういうことですか。で、今回のこの裏切りなんですけれども、はい、本書いたのは源ちゃん誰？松本哲也さんですね。かっこ小松台東。あ、そうですね。これは普通のあれですね。劇団名ですね。一人ですね。一人でやってる。そうなんです。ね、気持ちだったら、今の心境でちょっと違いますね。地名ですかね。そうですね。前回書いていただいたのが、源ちゃんが、ね、はい、主役をやらせていただきました。お、小学生役。小学生役、ね、小学生役、それはそれは、ね、みんな小学生だった。俺だけは違うんですけど、俺はじじいなんですけど、座長が小学生だったら、小学生お客さんもうあたふたしちゃう。戸惑うよね。戸惑う。どう見たらいいか。, 笑っていいのか。そう、で、あの松本さんに今回、うん、だから2年ぶり、ね、そうなんですよ。もう2年経ってるんですよ。早いね。びっちゃうよね。もう2年なんだ。そう、今回の作品はどうですか、うん、メイメイ松本さんの作品。ちょっとネタバレしない程度でね。ネタバレしない。それこそ2年前のあれを作品を見て、で、後に入った私と児玉直之さんと、あ、そうだ、徹子はいましたいました。いや、徹子も後から入ってきたようなイメージが。今日いました、やってた。超怒ってた。何か印象変わりました、それで。その前回行った時と今回台本読んで、今回の、ま、何回か小松田東さんの舞台でも見させてもらったんですけど、結構テイストが全然違って、いろんな、どこまで言っていいんだろう。まあ、今回はってこと、まるで違うよね。もうなんか、まるで違う。まるで、まるで、どうやら匂いはありますよね。うん、そうなんです。匂い、香りはあるけどね。香りは。なんだろう、そう。まるで違う。まあ、劇団一の会自体が、まあ、作家さんに書いてもらうときに、あのこういう作品を書いてくださいとかっていうのをあえてね、言わないで今まで書いてきてもらっていて、で、今回もお任せをしていったらこんなことになっちゃった。いや、でもね、これからまあどうなっていくかがちょっとあれですけど、衝撃的でしたね。ね、本番する時はね、
本当に、はい、こんな作品になるとはっていう感じでしたね、松本君。でもね、こういう感じのテイストを書いてた時もあったんですよ。それもすごい好きで、あの池袋にある なんだっけかな、なんとかっていうところでやってたんです。大体大体そう思います。最近ね、思い出せなくなって。簡単な思い出せ。それがね、割とこのテイストには近くて、それも結構良かったんですよ。もう岡島さんは初めてなんですけど、どうですかね、この作品。いやー、なんかもう、まあ、これもネタバレになっちゃうんですけどね、うん、その割とジリジリしたりヒリヒリしたり、こう、どこまでが本当なのかみたいな、結構怖いというか、そういうシーンの連続だと思ってるんで、まああのね、原口さんもこうおっしゃってたんですけど、なんかそのいい意味でまた表現として裏切ってもいきたいなと思いますね。その字面通りではなくというか、なんかね、さすが、上手、いや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 、今日稽古場でおっしゃってたんで。あの、なおはどうですか。いや、僕これ読んだ時人だなって思って、人だな、人人だな、なんか自分も怒り得るし、簡単になんかこう嘘くさくないというか、ああ、そういうのが共感してもらえるんじゃないかなと思って、日常であるみたいな感じですかね。あるのかな。ある。なんか共感できる部分があったりとか、でも なんですかね。セツコちゃんどうですか。今日はカメラ班ですけど。はい。乳搾るみたいな。見えてないですから。今何してんの。乳搾りしてんの。ちょっとセツコの話聞いて。聞いて。セツコ話さなくなっちゃう。はい、いやでも今日やっとその結末がやっと分かって、一本分かって、ようやく自分が今やってる子がどんな子なのかって分かった上で考えると、ああなんか現実ってこうなんだなみたいな、なんていうかこうお芝居ってなんか結構夢物語みたいなの求める人とかもいるじゃないですか、ファンタジーとか。そうじゃなくて実際にこう私たちも体験しうることであってみたいな、大平さんがニヤニヤしてる。それをこうこの裏切りというテーマで皆さんに伝えられてられたら素敵だなみたいな、実際に皆さんにもありそうだよって、こうなんか魔法使うとかそんな話じゃない、現実に起こりうるみたいなのが伝えられたらいいなと思うんですが、どうですか。まあ、今回だからその人間を描くっていう意味では松本さんの本の中にでもたくさん含まれてると思うんだけど、やっぱ原口さんの演出手法が、うん、ねえ、それこそ一石を投じる、裏切る。頑張らないと。いやいや、もうそんなね、今日来たばっかりだ。そうそう、バラシをしてたんですね。演出の経験もそんなにあるわけではございませんし。え、でもどうなんですか、佐々木の場合は東さんが演出されて、うん、で副座長だからいろいろ言ったり、いやいや、あの細かいことはあの役者たちに言ったりはしますけどね、うんうん、まあでもあんまりそれを口を出さないようにしてるんですか。いや、言っちゃう。言っちゃうじゃないですか。言っちゃう。よく言われるのは、東が、あのうちの演出の東健二が役者にダメ出しというかしてる時に、うん、え、今日芝居変わったけどそれはどうしたのって言って、あの原口さんに言ってバラされちゃう。役者はね。まあでもあのうちとしても原口さんに演出していただくのは初めてだから、ね、初めて でも普通の生活の時はね、みんな若手もとてもすごいお世話になったから、そういうのもね、細かいところにいろいろいただいたんで ね、そういう意味で今回演出ということで、はい、ちょい口出すのと演出はまた全然違いますからね。本当にあの舞台のいつもは無責任にやってますけど、今回なんかあのチラシにも演出原口健太書いてありますから、ちょっと責任感で今胸がいっぱいです。はい、さんはでは一言、どういう方に見に来てとか、なんか一言あったらぜひお願いします。え、いや、もういろんな人見に来てほしいですね。なんだろう、あ、でも
結構険しいシーンもあるんですけど、あまり、あまり小学生とかが、ね、そう学生とか見て大丈夫だよ、ね、大丈夫だよ、あ、そうか、何年後かに分かります、そうですよ、あれは何だったの、なんとか教育ですよ、なんとか教育そんなおこがましい、なんとか教育ですよ、そうですね、改めて、はい、もう42回公演ですね、劇団さん、すごい、裏切り、これはすごい、6月の3日土曜日から7日、はい、水曜日、はい、まあ、一部ダブルキャストで、はい、ホームページの方でぜひチェックしてみてください、はい、あと何か言いますか、チケット発売中です、はい、まだまだたくさんあります、見に来てくださった、これ聞いて、これなんだっけ、一の会話聞いて、見に来てくださった方がいたら僕から素敵なプレゼントがあるかもしれません、はい、かもなんですね、でもね、いつも誰も言わない、ですけど言ったらね、そう、一の会話を見たと、そう、言っていただいた、誰も見てる人いないんじゃない、聞いてる人いない、聞いた、聞いたと、プレゼントに問題があったんじゃないですか言わない方がいい、逆にね、今回は、そんなこんなで、はい、ちょっとてんこ盛り、劇団一の会、いい意味で裏切ります、はい、イエーイ、お